私はさあいいな、新生前田軍の出陣だ。行くぞ松刑事、腹を決めろよ。あれ、それって明日じゃ。しまった、ぽっかり完全に日にち間違えてた。お悪い、小読みをつけ間違えちゃって。刑事、まったく、それがしが大将の何たる顔。あんた物騒なもん持ってるね。もし松姉さん、お説教は後ほどってことで。トシ、松姉ちゃん、それに俺、三人揃えば鬼も逃げるってね。さ、松田だ、せんよ、離れるな。さ、行くぞ、せんよ。はい、犬千代様、戦場は台所と似たり寄ったりにございまする。どちらも松目が全力を尽くすべき舞台。さ、刑事、ここは任せて、本隊を呼びに行け。トシ、でも…しっかりなさい。あなたは前田軍の大将なのですよ。わかった、任せたよ。なぜよ。増兵の未来など顧みるまでもない。おそらくあなたもそう考えているのだろうな。まず刑事が戻るまでに場を整えるぞ。はい、刑事の晴れ舞台に花を添えましょう。戦でございます。腹ごしらえして応戦をば。はい、松様。みなぎってきた。我らはもはや極楽阿波抜け人よ。なんという勢い。皆様方、ここはお持ちのごとき粘り強さを。よい、くそ、待ってろよみんな、約束は守るぜ。殿、どうされました。敵、心配はいらん。今刑事が本隊を呼びに行ってるぞ。何人たりとも通らせねえぜ。突撃前田一死したい。まるでお豆腐のごとき歯ごたえ。光明を欲するなとは言わぬが、ほどほどに致せよ。変わりは。私のもとに採された、それを不運と思ってくれ。こんな手作りのお役に立てないかな。ほら、味見役とか。どっちが先に槍をつけるか競争だ。行くぞ。戦働く次第では、今日の夕げもう一品追加にございます。合戦です。お前の悔しさ、それがしの槍に乗せろ。また一人、この世から私が去る。私自身は消え去ることすら叶わぬというのに。あやかしなりませんね。あと100歩で印を見たい気分です。はい、潜りゃ最強。使え、前田もぐもぐ隊の威力を。拙者もあのような活躍を。さあ、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 さあ
なんという気迫だ。撤退撤退。こたびの戦も荒れますな。なせんよ私。戦線を崩せばさらに危険となりまする。勝負あり。お見事にござりまする。高らかに舞う。これぞ前田高い高い隊だ。なんだこれは。ここは動物王国か。加賀の動物賞は一騎当選にございまする。覆面もなく生きておる。どうした、松田ちゃん、大丈夫か。おかしだ。異戦の異戦の異変の変わりは始まる。異変の我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。このような背格好の二人に覚えはないか。そうか、妙なことを尋ねた。忘れてくれ。前田で最も厳しきはこの松目にございまする。お前の手でみんなを守るんだ。お任せくだされ。あやかし、この場は引き下がれぬのだ。私への油断、命取りになりましょう。ものです。さまみませんよ。おいおい、あいつには息切れってもんがねえのかよ。なんという屈辱。己、今に見ておれ。あとは俺を信じて引いてくれ。大丈夫だ。異戦の
あいにくだが、ここで朽ちるつもりはない。見極めるべき男か、未来が存在するゆえに。さあ、いませんよ。前田の敵を撃たずに引くとは深く。刑事、皆を導く者はいたずらに心を乱してはなりませぬよ。わかったよ、松姉ちゃん。新生前田軍の切り込み隊長とはそれがしのことだ。さあかかってこい、いくらでも受け止めてやる。せめてこの戦にでも溺れられたなら。そんなせんよ。あなたよりもあなたのカバネがいい。カバネは私を責めないし哀れにもしないから。気を抜くことは許さん。本気で来い。上の抜け橋も渡れ、この私は。うん、はい、待たせた、真打ち到着。さあさてきさん、前田刑事の戦はここからが本領よ。一歩一歩に命を感じる。これが国を背負う重みなんだよな、トシ。松姉ちゃん、行くぜみんな。前田軍東大将前田刑事、マカリトール。利家さんの笑みは辛さと悲しみを知る者の笑みだ。よくぞ連れ戻った刑事。さあ合流だ。刑事大将の初陣だ。気合い入れていきます。よろしくな。命張っても死ぬんじゃねえぞ。新たなる前田家の力、僕とその目に刻むがよい。あなたは強いか。よすずめほどにおぞましくはない。あなたに恨みはないが、幕引きとさせていただこう。ただではやられん。かすり傷の一つも負わせてみせようぞ。異変の傀儡相手に反り返る前に手柄一つも得てみせん。俺たち増票の誇りだったよ。あなたをくじいた者は本当に重かったのか、立ち直れる程度のものではなかったのか。私は剣族が正規、ここに果たせい。散り際の美しさにこだわれる身じゃないんでね。風に舞う門面のごとく、捉えどころのない姿。つまらぬ表ぞ。刑事が国王さんになった分、存分に暴れるぞ。それしきに危ぶむならば、物の器もそれまでぞ。
ために振るうと決めたやりだ。必ず突き通す。守れずに引かねばならぬとは。いかなる言葉も。もう遅い。この心には届かない。なぜなら、とうの昔に私は止まっているのだから。戦果が伴わないようですね、勝家。まあ、あの者たちの報告を鵜呑みにする気はありませんが。いえ、すべては私の力不足がゆえ。そう思うのであれば、まずは功績をお上げなさい。降格のみで済ませてくれた功の恩義に報いるためにも、ね。はっ。そのためならば、私はガキにもなりましょう。所詮は打てど響かぬ鉄か。まあいいでしょう。今日のところはおやすみなさい。仰せのままに。前方に影あり。あれは毒眼竜か。